秋元は、あたりをキョロキョロと見渡す男でした。本当にキョロキョロと見渡す。また、秋元は黒いマスクをしていました。人目を避けるように。その秋元が、この頃、吹っ切れたようと言いますか？諦めたようと言いますか？明るくなったと言いますか？これが悪人というものなんです。それではもう一つの再エネの悪人の例を見ましょう。三浦瑠璃は夫婦で再エネで建築機器ビジネス本格的にやっていました。自己利益を取りに行っていた口利きビジネスの安倍晋三がおっちんで結局逮捕されちゃいました。まあ、松井、橋本、アソシエツじゃないですが、見え据えた利権口利きビジネスなんて、警察、検察はたくさんいますから。日本は世界で最も再エネの開発が遅れた国です。発電のための施設がなかなか立ちませんでした。送電線の容量を増やす努力をしませんでした。日本では再エネの利権を取り合う口利きばかりが行われたんです。日本の再エネ開発は恥ずかしい。口利きのばっこ。再エネ利権族を取り上げたんで、なんといっても原発利権族に触れておきたいです。原発利権族は、それはたくさんの汚職、逮捕を出しました。滑稽なのが堀江です。昭和時代のような時代遅れで、ほがらかな原発族。どうぞ見てください。堀江は自民党の一派から、よっぽど吹き込まれているんです。本当に新しく原発を建てたいって。再エネをけなす話も平凡。景観が汚いとか30年経ったら処分に困るとか。本当に滑稽です。処分に困るって、あのね、原発はトイレがないんで、未だ本当に困って困って。困って、困り抜いているんでしょ。